本作は1942年から1944年にかけて発表された南方編連作のうちの1点です太平洋戦争開戦後劉氏は軍の派遣でタイやマレージャワバリなどの南方戦線に向かいました劉氏はその印象から戦争の時代を独自の視点で作品化しようとしました本作は 富士とともに清流社の展覧会に出品され新聞の展覧会表では「粒子は怒っている」などと紹介されましたこの頃内容では日本軍が壊滅的な状況へと追いやられ次々に連合軍に占領されていきました画面上に色鮮やかな魚を描き込んでいるのは戦局が悪化していた 内容を示唆しているのでしょう戦後に隆史は太平洋戦争の最も絶望的な段階に及んだ時期の構想です最悪事態に対処するための特攻強制とその精神的苦悩を造形で記録しようとの意図であったと解説しています画面では海中で憤怒の表情を呈す 三人の筋骨たくましい青年が敵陣に突入する爆弾三遊士のように魚雷を突き動かしつつ悲痛な叫びを上げています一方で本作は波切不動海洋を制するものなどに続く仏教的なテーマに時代性を表す試みがなされた一作ということができますというのも実際の魚雷の先端には 本作に描かれたようなな突起はなく本作ではこの突起を混合書に見立てることによって魚雷そのものを宝具と化しそれを突き進める三体を神格化しているからです。兵器の神格化と魚雷や機雷爆雷などの総称である「水雷」という言葉を合わせ「水雷人という題名が生み出されたのです。このような手法で 劉氏は軍部ともううまく関係を築いていてたのでしょうなお翌年の1945年南方編連作の最終作となる一作を劉氏は特攻隊をテーマに描こうとしましたが終戦を迎えたため実質的に「水雷陣」が南方編連作の最終作となりました。